と今日、大塚社長来るっていうところでインタビューか。ちょっとマニトーブ来ました。マニトン向こうの方なんだけど、なんかサンマルクカフェでちょっとお茶してるみたいだからちょっと向かいます。こっちかな。内蔵マイクも、あ、ちょ、マイクも持ってきてなくて内蔵マイクなんだけど、ちょ久々にどうかな。あっちか、あっちだね、サンマルクカフェ。ちょっとここサンマルクカフェの隣めっちゃいいにゃ。ちょっと我慢しないいるかな。ちょっと先中見てからですか。あ、お疲れ様です。はい、どうも。よし。サムヤンね。そう。サムヤンからお金発生します、ね。顔があると大丈夫です。ピンと。風景とかがダメなんですよ。すげえコンパクト。ほら。コンパクト神。ほらバッチリ。これもおかちゃんします。完全におかちゃんパターン。これおかちゃんさん。おお。グリップしてくれませんか。ブランチ。すごいカタログいっぱい。あ、そのバイク持ってない。お。あ、ディエティ。お。シネマカメラも。お。でもテレビあるなら照明もってこと。じゃあちょっとマニットに移動します。いいな。ジンバル。グルカリしたらしいです。おでーす。集合。お疲れ様でーす。続々とカメラが出てくる。GoPro Max ですか。わーすげー。いいなー。あ、そうなんですか。すごい。ください。相変わらず安いなこれ。すごいな。赤字セット。1580円。みんなカメラの呼ばれてるのに入っていかない。カメラお茶入ろいやー、いい匂いみんなカメラここがちゃんとそれそこの手元で動くんですよ。すごいすごい。お疲れ様。インタビュー最高。うまい。平日のビール最高。これ今これほらアドビのフォトショップカメラ。ちょっと奥に置いといていいですか。ありがとうございます。フォトショップカメラで何がいいかな。ポップアート。超かっこいいのこれ。ミリアイです。全く肉を取るのは。これね、ちょっと今日そうドリキンさん、あのアミキン先生の YouTube でドリキンさんが人目を通過増やしてますね。いやー楽しかった。幹事お疲れ様でした。ありがとうございます。いやー楽しかった。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。Suffocate my fears.